皆さん、こんにちは。リクエストがありましたので、今回は琵琶の選定についてお話したいと思います。琵琶はとても成長の早い木で、うっかりするととてつもない大きさになってしまいます。その実を食べるのは私も好きですが、木の大きさを維持しにくいので、狭い庭には向かないかもしれません。選定するたびにたくさんのゴミが出ますが、剪定ゴミがたくさん出るからといって強剪定というわけではありません。成長の早い木はその伸び率に応じた剪定をしていないと大きさが維持できないのです。今回ご紹介するこのお宅では9年前に琵琶の苗を植え付けました。琵琶の木は植え付けてから5年から7年で実がなると言われていますが、その頃にはもう他のどの木よりも大きくなっています。そして植え付けてから9年後の今年、もうこんなに大きくなっていますので、この庭においてはもう限界ですね。5月の半ばに手入れに伺ったのですが、この時にはまだ実がたくさんついていましたので、琵琶の木の剪定だけは諦めて収穫が終わった後で伺うことにしました。6月の末です。剪定時期については悩むところですが、木は大きくしたくないが実は取りたいということになるとこの時期になるでしょうか。秋ではもう花芽分化が終わっていますので、実を減らすことになってしまいます。ただし今回はかなり小さくしますので、どちらにしても来年の実なりは少し諦めてもらうしかありません。まあ剪定とは言っても枝を吟味するほど選択肢がありませんので、とにかく枝分かれのところで太くて強い枝を抜いて弱い枝を残していくという感じです。枝は何もないところで寸胴に切ることは絶対にダメです。必ず小枝を残すように切ってください。守ることはそれだけです。そのように注意して切っていても、行き場のない樹勢はこういうところに吹き上がってきます。ちょっと見にくいかもしれませんが、この白く見えるのが枝になろうとしている新芽です。小枝を残して切っていてもこのようになるわけですから、枝を寸胴に切ったらどのようになるか想像できると思います。柔らかいうちに払い落としておきましょう。木の内部に向かっている逆さ枝は将来的にも必ず切るようになってしまいますから、細く若いうちに処理しましょう。樹形や枝ぶりを重視する庭木ではこんな切り方は普通しませんけれども、とにかく木の勢いを抑えて大きさを保つためにはこのように切るしかありません。
高さを下げていきながら横に張り出しすぎた枝なども処理していきます。枝分かれの数が多すぎるところは間引きます。切り戻せる位置がある程度限られてしまっていますので、理想形のように丸く仕上げることはできません。丸く仕上げようとして枝の途中で寸胴に切ったりするのはやめましょう。放っておけば木は自分で良い形になってくれます。太い枝を切りますので、油合剤は必ず塗っておきましょう。私が使っているのはラックバルサンという油合剤です。おまけの情報ですが、大きくなりすぎる木は根っこを切ってやると少し成長を抑制することができます。いっぺんに全部を切るのではなく、部分的に少しずつ行いましょう。注意点としては、スコップで切っただけのザクザクの切り口だと根っこから腐れますので、よく切れる刃物できちんと切りましょう。ちぎれた切り口をそのまま埋めてしまうと根が腐ります。堆肥などを入れて埋め戻しておきます。ついでにもう一つ、枝を紐などで下に引っ張っておくと実がつきやすくなります。これは他の果樹でも同じです。ただし枝を下げるとそれだけ場所を取りますから、ご判断ください。今回は 2,3 年分切り戻した感じですが、大きくなりやすい木は必ずこういう場面が訪れます。そういう時のために下枝を大事に取っておくということも重要なことです。手の届く切りやすい下枝を全部払ってしまうと、小さくしたい時に切り戻す部分がなくなります。小さくする時のことも考えて下枝を保持しましょう。ご視聴ありがとうございました。枝先の切り方をもう少し見たいという方のために、別の木の剪定例をこの後流しますが、雨の降る中撮ったので、あまり見やすい動画ではありません。必要のない方は見なくても良いと思います。
Mm-hmm.